皆さんこんにちは。博多阪急1階コレットマルーフの三笘です。石川です。今回は水に濡れても丈夫なヘアアクセサリーを使っておすすめのヘアアレンジをご紹介いたします。まずはじめに右側の毛束を適量すくってくるりんぱを作ります。次に左側の毛束を適量作って右に向かってねじっていきます。ねじり終わったらここのゴムを1本引っ張って一緒に入れ込んで合体させます。もう一度同じように左側の毛束を適量すくって右側にねじりながら最後はゴムに引っ掛けます。次に残った毛束をゴムで留めていきます。このように輪っかの状態で残して残りの毛先はゴムの周りに巻きつけてこのように毛先の先はまとめてしまいます。次に残しておいたお団子を左右に思い切り引っ張ります。そしてこちらのヘアピンを持って右を差し込みそのまま反転させて左にグッと押し込んでしまいます。最後に形を整えて完成です。いかがでしたか？詳しい手順は店頭にてご紹介しております。ご来店お待ちしております。